ラジオをお聞きの皆さん、おはこんばんちは。今宮健太講演会証券会事務局一心寺住職の今宮です。今日はね、大晦日ということでね、皆さん非常に忙しい一日を送っているんではないかなというふうに思っております。残りわずかのね、平成30年、そして新しい平成31年ですね。どうか皆さん良いお年をね、迎えていただけるように、一心寺ではですね、年越しの行く年来る年生放送やろうかなと思ってますので、これもぜひ皆さん、暇な人はいないと思うんですけど、年なので、気になる方はちょっと覗いていただければなというふうに思っております。私もね、大晦日、忙しいんですけど、ちょっと午前中、忙しい時間帯がずっとあって、今ちょっと落ち着いたところですね。でまた夜から忙しくなりますので、ちょっとこの少し空いてるお昼の時間を使ってですね、収録をしようかなというふうに思っております。昨日ですね、生放送をするというふうにツイッターで言ってですね、結果できなかったです。場所が違ったんですよね。お寺ではなかったので、一応機械持って行ったんですけれども、やっぱりパソコンとの相性で、四苦八苦した結果、難しいということになって、昨日は中止しました。生放送がね、また1月正月にできればやろうかなと思うんですけどね、正月もやっぱ非常に忙しいので、できるかどうかはまだ分かりませんけれども、できればしたいかなというふうに思っております。いろんなね、この 2,3 日でありましたので、ラジオ的にはすごい取れ高です、ね、これを1ヶ月以上かけて多分配信しなきゃいけないぐらいの取れ高があります。もちろんね、主役にも来てもらっていろいろ話を聞きましたし、もちろん激励会の映像であったりとか音声もたくさんあると。そして健太のね、友達とかのね、ラジオで話せる範囲でのお話とかいうのもいろいろ聞いてますんで、どれから流せばいいのか分かりません、正直。なので今日大晦日なので、大晦日最後のね、配信としてどれを選択するべきなのかなっていうのをね、今すごく考えているところなので、このオープニング終わった後何から始まるのか分かりませんけれども、何から始まっても、ラジオ的にはあまりない展開のない人たちが出てくるというのはこれは間違いないので、楽しみにしてもらいたいなというふうに思っております。でまた改めてね、激励会に来ていただいて皆さん本当にね、ありがとうございました。楽しんでいただけたでしょうか。ラジオ宛にもね、メールの方いただいております。初めて来た方、そうじゃない方、たくさんいたと思うんですけれども、あれが激励会の雰囲気です。人にね、アットホームな雰囲気でお届けできたんではないかなと思います。今回はね、特別ゲストも来たりとかね、ライブもあったりとかでね、非常にこう賑やかな3時間半だったのかなというふうに思っております。で私もね、こう忙しく動き回っていたので、なかなか皆さん一人一人とね、ご挨拶できなかったこともあると思うんですけれども、昨日その統一の朝ですね、思いついた名刺企画、準レギュラーとかね、ラジオ関係の方々に、名刺を持っていただいて、名刺を集めてもらうというね、ちょっとスタンプラリー的な、企画もしました。非常にね、皆さん喜んでいただけたみたいで、中には全員コンプリートできた方もいましたし、そうじゃない方もいたんじゃないかなというふうに思うんですけれども、また来年ね、もうちょっとこう裾野を広げて、もう少しね、多くの方に名刺を持ってもらおうかななんて思ってますので、これも楽しみにしていただければなというふうに思っております。そしてラジオ的には、DVD、すみません、全部、完売ということで、本当にありがとうございました。20セットね、割と早い段階で全部なくなってしまったということでですね、本当にありがとうございました。もう予想上回る、好評で、見てね、がっかりというパターンもあるかもしれませんけれども、ぜひね、正月の、ちょっと空いてる時間にね、見ていただきたり聞いていただいたりすればいいのかなというふうに思います。もし何人かいましたからね、DVD もないんですかという方いましたので、もし欲しいという方が万が一いれば、これ通販できますのでですね、ラジオ宛に住所と名前を必ず書いて送っていただければ、送料込み600円で、販売できますのでね、振込用紙と一緒にお送りしますので。でですね、モバイルバッテリーも瞬殺でしたね。もう一瞬じゃないですかね、一瞬でなくなったの感じでしたね。で最後にうちのお寺のうちの一心寺のスイちゃんとか一心くんとかのモバイルバッテリーがさすがに余ってましたけど、あれもなちょっと目を離したらもう全部なくなってましたね。あんなものでもいいということでね、買っていただいた皆さん本当にありがとうございました。この2つは通販、モバイルバッテリーはちょっと今から
発注をかけたりしないといけないので、まあ、正月明けてからしようかなと思うんで、それは、まあ、また後になりますけれども、まあ、DVD はいつでも作れますので、もしいるという方がいたらね、まあ、行っていただけもいいし、まあ、モバイルバッテリーを買うということであれば、それと一緒にね、セットで頼んでもらってもいいと思います。でですね、まあ、うちわと、うちわはね、ちょっと通販できるかは分かんないですけど、まあ、うちわと、このハンドタオル、まあ、これもセットで、販売できればなというふうに思ってますので、多分20セットぐらい余ってるのかなという感じですのでね、まあ、こちらももし、欲しい方がいましたらですね、また改めて、こちらの方で案内しますので、その案内があった時にですね、手に入れていただきたいなと思います。シャツはもう完売ですね、新しいシャツは全て、完売しました。で、前のシャツがね若干余ってますけども、 S と M しか余ってない状態ですかね。本当にたくさんの方にね、協力していただきまして、まあ、非常にこう物販コーナーですね、盛り上がってました。パーカーの方も完売というふうに聞いてますので、まあ、本当にね、嬉しいことばかりだったなというふうに思っております。また改めてね、激励会のお話などもしていきたいというふうに思っております。それでは、この後オープニングが終わった後、どんな、音声もしくは動画から始まるのか分かりませんけれども、楽しんでいただきたいなというふうに思っております。それでは、平成30年最後の証券会ラジオスタートです。はい、というわけで、はい、今日のね証券会ラジオ、ゲストに来ていただきました。はい、まさか、ね、初めてじゃないですか。そうですね。しかもケンタ除けば、ま、そうですね、初めてですね、はい、初めてちゃんとしたプロの方が来ていただいているということなので、はい、ちょっと自己紹介をしていただきたいなと思います。よろしいですか。はい、お願いします。福山雅治です。あ、よろしくお願いします。やった、はい、大物です。いやまさかね、たまたま長崎に来る用事があったんで、はい、有名なこの YouTube の放送があるということで、はい、まあ、今宮選手のためにやってきました。ありがとうございます、はい、福山さんといえば、稲佐山の方でね、実家があって、はい、何度か行ったことありますけど、ご本人に会うのは初めて。そうですね、はい、まさかこの方、まあ、今日ね、はい、今激励会の前に撮ってる。そうですね、激励会に来たってびっくりじゃないかな。そうですね、サプライズの方が福山さんがっていうのはね、ごめんなさい。そうですね、俺もどこまでどこまで行くのか。これまあ、どれだけの方が番組見てくださってるか分かんないんですけども、はい、まあ、主に福岡九州で、はい、やってるテレビ番組 KBC 九州朝日放送の朝ですという番組で、はい、ホークスの応援隊長をさせていただいております、ね、はい、西田貴文です。はい、ありがとうございます。お願いします。ようこそ。といったわけでね、はい、全然多分喋り返して全く我々と違うと思うので、ね、これがね、この、とんでもないです。まあ、ただ今ね、はい、ご存知かどうかという話をしましたけど、はい、前にもね、そうですね、はい、まあ、もうラジオを聞いてる人は 100% ケンタのもうファンの方なので、はい、もうホークスのファンの方がほとんどです、はい、そうですね、なので九州県内であれば、まあ、知らない人はいないと思いますよ。思いますね、はい、はい、いや、これが、まあ、声だけじゃ分かんない一応いいかもしれないけども、お姿見たら一発です。いや、本当にね、今今宮さんおっしゃったように、はい、ハッピとハチマキ取ると誰も気づいてくれないですよ。そうですよね。あれは、まあ、それはもう選手と一緒で、選手もやっぱユニフォーム脱いだら分かんないですもん、ほとんど、はい、本当結婚式の司会とかいろんなイベントの司会呼ばれて、はい、でその会場とか、はい、あと主催者側との人とか僕に、はい、それ西田さんまたですかね。本人そういうのを数々かいくぐってきてるんで、全然ショックは受けないです。あ、はい、大丈夫です。はい、でもね、まあ、このきっかけはね、はい、去年そうです、ね、はい、西さんと、まあ、坂本さんもそうですけど、はい、みんなで官業に入って、はい、でその後2月に、はい、3月ですかね、そうですね、うん、本当あの後飲もうって言われたんですけど、官業中はもう一切飲んだりできないので、でしたね、ちょっとお断りさせていただいて、はい、その代わり日を改めてということで、はい、3月にうちの実家の方で、はい、はい、まあ、父とかとね、うん、いやの方を呼んで、もう感動しました。、うん、もう本当に岩宮選手ってすごいんですけども、はい、改めて実家の、はい、置物とか、もう今もう本当に今宮選手の輝かしい功績が分かりました。いろいろ置いてますもんね。まずね、鷹が置いてありますもんね、玄関に。そうですね。それがすごい。あれはちょっとあんまりね、みんなびっくりするんじゃないですか。高島というね、島があるんです。そこに鷹があるんですよ。はいはい、それそれ取ってきてるのかなって一瞬思ったんですけど、それと同じぐらい素晴らしい。そうですね、もう高島の高さからね、あれ。そうですよね、はい、高島から石を全部、石も全部かも用意して作ってもらって、だからもうそっくりなんですね。瀬古さん、今日さっきちょっと打ち合わせしましたけど、はい、歌う倉松くんが高島出身、あ、うん、でお父さんのつながりでこの講演会ができてるんです。なるほど、
なんか明豊高校でね、そうですね、はい、一緒にされたみたいで、はいはい、入ったけどすぐもうマネージャーになったと、健太を見て勝てないと思ってそうです。いやそれはね、いきなり154キロ見せられたらねきついですよ。まあでも、うん、今日は、はい、本当にそのさっき言った環境からの流れなんで、環境で始まって、はい、年末この激励会で終わるって、まあ、いい意味で1年、いやそう、ね、もう本当に、ね、縁を感じますよ。まあ、今更ですけど一応日本一ですからね。そうですね、そうです。いやもう、まあ、あれ形は違えど一応一応日本一になったということ で、最後にね、はい、願掛けしたのが、まあ、下がったということで、はい、我々としてはね、もうちょっと良かったなと一応安心になりますけどね。いや僕本当先日ですね、この環境のことを RKB ラジオで言ったんですよ。で、環境は1回目は、まあ、みんなこう高揚してうわーってやるけど、2回目なかなか来ないっていう。でも皆さ なんかこう心機一転したい方とかは、はい、ぜひお越しくださいって、うん、そうですね、ありがとうございます。もう全然 ね一応、まあ、ラジオ入んないんで RKB ラジオよっぽど天気よくないと入らない。いやでもね結構皆さん反応ありましたよ。はい、よかった、よかった。でもあれやっぱあれを見てね、うん、多分今年もすでにかなり環境が入る方が多いんで、そうですね。やっぱりその福岡の方なんか特にやっぱり、うんうん、やっぱ朝ですさんとかを見てきていただいてる方が多いんじゃないかな。ありがとうございます。はい、でもあれからもうね、1年が経とうとしてますけど、今日の大分、はい、めちゃめちゃ寒いじゃないですか。雪が舞って、はいはい、でふと、あの大分の山の中で環境したことを思い出したんですよ。ようやったな俺。だってこんな日に裸 で、 ね、はい、でね、はい、水かぶるわけですから、ね、あの冷たい川の水を浴びて、だからやってよかったなと思いました。だってあれに比べたら今日の寒さなんかなんじゃないですか。まあそれは服着てるんで、服着てるわけだから、気持ちの問題でしょうけどね。いや本当気がやっぱり気持ちをやっぱ張ると、まあ、寒いけどやっぱなんとかやっぱ普段ね、お皿洗ったりするのがやっぱ苦痛ですからね。僕からすれば不思議なもんですよね。普段皿洗ってる方がわーってなって、よくこんなのに入ってるなってやっぱ思うんですよ。そうそうそう、だって風呂入ってシャワーの水だったらうわー言いますよね。それを考えたらすごいなと思ったりしますよね。まあ、そんな西田さんに、ねはい、今日は来ていただいてですね、ちょっとあんまり時間がないんで、あんまりゆっくり話はできないんですけれども、この後まあせっかく今年のまあ健太の、はい、まあ、ちょっと今年はね、うん、的にはもう完全に不本意な結果と、はい、あれだと思うんですけど、まあ、なんかね、こうお話をしていただければ、はい、今日もちろんこれからの激励会でも言いますけども、はい、まあ本人は多分めちゃめちゃ悔しい一年だと思います。こんな怪我に悩まされて、シーズンを過ごしたのってやっぱりないと思いますけど、そうですね、けど、はい、昨日改めてこう一試合一試合振り返ると、やっぱり彼が守備とバッティングでいかにチームを勝利に導いたかっていうのは、ね、やっぱり何試合もあります。怪我でやっぱりベンチには入れなかったけど、はい、出た試合はね大概なんか爪痕残してるから、そこはやっぱすごいなと思いますよ。そこもあえて、はい、もう本当にもう皆さん、ね、本当に拍手だと思います、ね、はい、素晴らしい選手。さすがプロも込めて、もうやったんですけどね、うん、はい、まあ、西田さんみたいなね、うん、もう我々と違うじゃないですか、はい、選手と実際こうやって会ってる、ね、なんか会ってて、井口さんでしたっけ、うん、年齢的には年齢的には、はい、井口さん、いや井口さんは下、下3だから、そっか、下っすよね。誰かな。あのね、マネージャーのね、はい、タチリさんと一緒です。あでもまあでもね、まあ、うん、あんまりこれは話せないですけど、ええ、まあね、もうずっとね野球されてじゃないですか。そうですね、野球、あの中身についてはこれは話したいってわけできないできないですけど、はいはいはい、ええ、やっぱり野球やってて野球好きで入ってきてね、ええ、で、まあ、今日来ましたけども、ああお父様がいらっしゃいました。お父様がいらっしゃいましたので、すいませんこの辺で。どうぞ。といったわけでね、はい、今日は西田さんに来ていただきました。またあの激励会の映像とか音声をまた皆さんに見ていただきますので、まあ、そういうの見ながらね、西田さんのイメージが多分湧いてくると思うんで、まあね、あの海外の方もいますから、これ聞いてる方結構いますんでね、海外でやっぱり聞いておりますので、そういう方にはぜひ見てもらいたいなと思います。はい、じゃあ西田さん今日はじゃあ激励会、ありがとうございました。またよろしくお願いします。ありがとうございました。福山雅治でした。ありがとうございました。皆さんのお越しをお待ちしております。といったわけで今ですね、西田さんのお話をお伺いしました。まあ、短い時間ではありましたけれどもですね、非常に前向きにですね、
快諾していただいて、本当にね、ありがたい時間になりました。それではここからですね、まあ、年内最後の証券会ラジオにふさわしい、表彰ですね、健太川柳で健太早口言葉、こちらのまあ表彰をですね、激励会の中で、ありましたので、それを見ていただきたいなと思うんですけれども、まあ、原山さんがね、今回は、カメラを構えていただいて、本当ね、終始ずっとあの録画をしてくれて、あちこち動き回ってですね、本当に助かりました。まさかここまで仕事ができる方だとは思わなかったんですけれども、もう本当にね、これはありがたかったんですね。ただ一つだけ、この、まあ、本人も言ってましたけど、この健太川柳のとこだけ録画ができてなかったっていうふうに言ってました。やっぱ蓋を開けたらやっぱりできてなくて、早口言葉からしか映像が残ってないので、ちょっとそのあたりは申し訳ないなと思うんですけれども、まずはね、まあ、映像を見ていただいて、まあ、その後にね、まあ、補足しようかなというふうに思っております。それではこちらからですね、早口言葉の、まあ、表彰、そして、どうだったかな、健太が出るまでプロ野球チップスを開けようシーズン3、2018年、最終回ですね、この企画最終回です。果たして健太が出たのかどうなのかね、皆さんご注目ください。それでは、VTR どうぞ。プリンス横丁、これは早口言葉ですよ。はいはい、お願いします。では行きますね。はいはい、ちょっと待ってください。これ全部コスキーさん、コスキーさん特に、はい、結構紹介するだけお願いします。山田君早口言葉に挑戦いきますよ。早口ですよ。頼むね、今日。いきますよ。いきますね。早口ですからね。健太貢献に打点と加点の点線。チャンス！どうですか？じゃあ、今右からいきます。健太貢献に打点と加点の点線。拍手！これもね、小坊助さん。で、最後の方法は、小坊助さんです。両親、お願いします。いきますね。いきますよ。サスショー、フスショー、シスショー。はい、どうですか？チャンス、ナイス、ナイス。じゃあ、今右からいきます。もう一回いきますよ。サスショー、フスショー、シスショー。ナイスで、今右からいきますよ。今右から歌います。サスショー、フスショー、シスショー。ナイスありがとうございます。そういったところを熊本とか福岡とか送って、リスナーさんが送ってくれましたので、ちょっと現在上げてもらおうかな。ああ、ふらはい、1回目。あ、皆さんのことが分かったですよね。中立ドラゴンのガルシア投手、阪神行きましたね。で、阪神タイガースの桑原選手、また終わりね。で、次は、あ、メジャーリーグ挑戦言いましたね。福地選手で、なんかヤクルトの名前よくわからなかった。あ、いいですね。銀次選手、あ、メジャーリーガー福地雄星、どんどんいきますよ。この中で当たるかどうか、あ、まあ、来年ちゃんとできるでしょう。ルネ、巨人の亀井選手、千葉ロッテマリーンズゴールシンガー、あ、カイキャノンですね。はい、やりました。あ、もう日本のファイターズ送り出しました、トンキー。悪い、今年は僕はこいつにやられました。ゲンタです。あと阪神タイガースの上田海選手、荻野選手、メジャーリーガー
木宣親選手、吉田豊川区2番のエースですね、岡田選手、あこれは FA の内側取りいきました、おお FA 失敗、獲得失敗です8億円の勝負ですよ、おお岡田選手、こだかったね、うちに三重選手に加藤福生、上野選手、大久保選手、黒川福生、西浦選手、阿部湾の井本選手、大連の吉見選手、仙台の最多勝、川田選手、千葉のマリーンズの内、子供同級生ですね、秋山拓実選手、DeNA ベイスターズ、ルーキー。来年が楽しみですね、上里和樹選手、このルーキー、選手ドラゴンズ、鈴木博選手、はい、来ました、これ、これ、いいですね、今年、ね、ちょっとデビューの試合で、そんなのすごいですね、清宮選手、榎田選手に、則本選手に、則本選手、これも楽しみです、阪神タイガース、岩浜選手。もうラストです。こんだけ引いてもやっぱ出ないんですね。じゃあもうラストです。すいませんね。いいんじゃない？あ！キラキラ。キラ。はい。25%の田島選手。巨人の。はい。甘いマスクの小林選手でした、これだけ当たりませんね、今年は400万以上に来ましたけど2枚ということです、2枚やったらすごいな、けどシーズン第3弾は200万以上に出なかったと思います、なかなか出ないですね、まあ、来年またゲームが勝っていけばやります、はい、はい、よろしくお願いします、ありがとうございました、本当にありがとうございました、ありがとうございました、では2人で引き続き小池の方に新しい応援旗、旗ですね、旗を作ります、こちらを表明して現在サインをしていただくことでドームで使えることになりますので、こちらのね、あの旗を迎えたいと思いますので、じゃあ皆さんよろしくお願いします、というわけでね、皆さん見ていただきました、ちょっとね、まあ音声が割れてるところもあったんではないかなと思います、ちょっとやっぱカメラマイクなのでちょっとやっぱ聞き取りづらいところもたくさんあったと思いますので、改めてですね、こちらで一度、整理したいと思います、
健太川柳ね、まず神の手に込めた思いは日本一と、こちらぐでたまさんですね、おめでとうございましたね、健太の方から次回にねプレゼントの方を、いただいたかというふうに思っております。まず次ですね、鷹強い今宮健太肩強いね、コウスケさんですね、おめでとうございました。ちょっとね会場にはおれなかったので、また改めてですね、こちらから、まあ、年を明け少し落ち着いてからになりますけれども、プレゼントというか当選品をね、お送りしたいなというふうに思っております。3つ目、見惚れますバットの舞と放物線というね、いただいてます。これはプリンスエイドさんですね、ありがとうございます。ということでこの3名が、本年のね、健太川柳の、なんていうのかな、表彰者ということになりますので、またぜひね来年も2019年もこのね企画、まあ、なかなか地味な企画ではあると思います、正直な話。けどね本当にこう作った方の気持ちがストレートに、伝わってきて本当にいいもんだなというのを思います。健太もねこれ全部読んでですね、あすごいなって言ってましたからね、まあ、選ぶのもちょっと苦労はしてたみたいですけれども、まあでも本当にね健太のそのなんていうのかな、その時の状況がこうふっとすぐ出てくるみたいな素晴らしい選手だったんじゃないかなと思っております。まあ当選者皆様はですね、景品の到着を待っていただきたいなというふうに思っております。もう健太からのお年玉ですね。続いて早口言葉、まあこれはですね、今画面の中でも紹介しましたけれども、コウスケさんですね、健太果敢に打点で火星の牽制、これもね、当選というか選ばれました。でもう一個ですね、サス賞と保守賞と死守賞と、ね、サス賞と保守賞と死守賞と、これもねコウスケさんですけど、まあ全てコウスケさんなのでね、早口言葉はまあなんていうの、まあこれも2つ選ばれましたので、まあコウスケさんにはまあ計3つの景品が届くということですのでね、これ楽しみにしてもらいたいなと。まあ皆さんもぜひこれからね、皆さんにも参加していただきたいなというふうに思ってますので、賞金会ラジオのね、メールフォームの方から思いついたら送っていただいて、また来年の激励会で表彰式をしたいなというふうに思っております。まあ、ちなみにね、諸行無常武者修行所作作法っていうのがあったんですけど、これは剣と読めなかったですよ、漢字んんってずっと言ってて、この諸行無常が読めなかったですね、言行んんいんとか言ってましたからね、諸行無常って言ったらああなるほどとか言ってましたけど、なので難しい漢字はね彼は読めませんので、何度も言いますけれども、まあでもね早口言葉だからねしょうがないんですけど、まあそういうのもあるということを皆さんね、なんとなく頭に入れておいていただければなというふうに思っております。2019年、またね新しい1年ですけれども、ぜひ皆さんからのね、こういった企画に対する投稿もお待ちしておりますので、どしどしと送っていただきたいなというふうに思っております。ですね、こういったことで、あと今最後にね、今旗が出てましたね、まあ会費、皆様からの会費で、作った新しい、旗ですね、これをまた来シーズン、ドームの方で、応援団のね、阿部さん会の皆様に振っていただこうというふうに思っておりますので、まあこれね現場では言いましたけれども、背番号を入れなくてよかったなというふうに思ってます。これ11月ぐらいに作ったので、ね、背番号2って入れたら使えなかったので、まあ6で良かったなというふうにね安心してます。まあぜひね6でなかったらでも入れなくてよかったなというふうに思ってます、ね、まあこちらのお披露目もねまた改めて皆さんには、見ていただきたいなというふうに思っております。そしてね、健太が出るまでプロ野球チップスを開けようシーズン3最終回ね、今ありました。もう何枚引いたか正直わからないんですけれども、まあリスナーの方からねいただいた、ポテチ全てを、使いましたけれども、健太は出なかったということですね。何枚いったのか分かんないですけど、まあ、出なかったのでもうどうもこうもないんですけれども、まあ、また改めてね何枚引いたのかというのを確認したいなとは思うんですけれども、また続きはまた来年ね、シーズン4という形ができればいいなというふうに思っていますので、まあ、今回出た分は全てストックしておいて、来年当たった時にね全放出するという形にしますので、まあ、何はともあれねこの企画が続いたのは皆さんのおかげ、そしてね最後の最後までできたのはこのねポテチを送っていただいたリスナーの、お二人、この方々のね全ての善意に尽きるかと思います。本当にありがとうございました。非常にねこの企画は支えられて、まあこのねラジオの後半のね、大きな屋台骨になった企画でありました。
まあ、本当にねふとしたことで始めたことでありましたけれども、まあ、皆さんに支持していただいて本当に良かったなというふうに思っております。まあ、今年はね2枚しか出ませんでしたから、来年はねもうちょっと出るように頑張りたいなというふうに思っております。まあ、皆さんからね DVD 買っていただきましたので、この DVD を買ったお金でね、まあ、もう少しこう大きな数を買えるかなと思います。今でね1袋だったのが2袋ずつ開けれるのかもしれませんしね、まあ、それも含めて、まあ、これからもまたグッズ販売とかやっていこうかなと思いますので、ご協力よろしくお願いします。この企画ね参加していただいた皆様本当にありがとうございました。まあ、といったわけでね、まあ、そろそろお時間なのかなというところになります。まあ、本年もですね、1月からずっとねラジオを聞いていただいた、リスナーの皆様本当にありがとうございました。本当にね、まあ、いろいろあった1年ではありましたけれども、まあ、いろいろあったからこそこのラジオで皆様に勇気をねいただいたりとか、支えていただいたというのをね、もともと分かっちゃいるんですけど、やっぱりより一層、感じた1年でありました。証券会的にはね、非常にこう重たい1年が始まります。最後の1年ということになっていきますのでね、まあ、いろいろやりたいこともあるんですけれども、どこまでできるのかというのはね、非常にやっぱ思ってはいるんですけれども、まあ、精一杯、最後まで、やろうかなというふうに思っていますので、まあ、皆さんもぜひね、まあ、協力いただける方はできる範囲でね、していただきたいなというふうに思っております。そして、最後の、証券会の新規募集ですね、これ本当はね昨日しようと思ったんですよ、生放送で健太いたんで。ただちょっと機械の、ね、問題できなかったので、また正月明けてから、生放送かどうか分かんないですけどやりますので、健太にね話はしてますので、こちらやろうかなと思ってますので、まだね、当選待ってる方はもうちょっとだけ時間ください、ね。必ずこれやりますのでね、楽しみにしていてください。健太が弾きますのでね、より楽しくなるんじゃないかなというふうに思っております。それでは、またこの後ですね、大晦日の年越しの、まあ、ネット環境の問題もありますけど、できれば行く年来る年 in 一心寺やろうと思ってますので、まあ、覗ける方は覗いていただきたいなというふうなところでよろしいですかね。でこの後ね、まあ、最後の、サイクロの旅2第2夜ですね、こちらの方を、まあ、見ていただいてお別れということになりますので、まあ、ぜひ最後の方までご覧いただければ幸いでございます。それでは皆さん良いお年をお迎えください。さようなら。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りいたします。鹿児島です。僕の好きな西郷さんの街です。出てこ、何があった？高速道路ガソステーション。いいや。再現します。そっから？こういうのを探してたんです。こういうの。おお。すごいですね。ちょっと待って、ちょっと待って。いや、待ってよ、待ってよ。こういうのを探してた。こういうの、こういうのが置いてないんですよ。何見して？これですか？あら、あら。全部2000円ぐらいするんですよね。わあ。マジ？こういうのを探してた。特に一番欲しかったのはこれです。どう？まさかそういうちょっとね、だけものを買うとは思わなかった、ね、だけこういうのがあるところに行きたくて。でも西郷隆盛見えてきたでしょこれ。僕身長体重同じです。身長体重は同じです。でここで買い物してるんですよ。なんであんな不景な顔しても。もう上げ買おう。5回5回。
魚介と株という間に大きな値をお待ち。はい、超テンション上がる。じゃあ向かってんのよ、さっきですね。はい、甘くさいけど。はい、どうぞ。これか。あそこなんだよ。え？コンビニ入ってた。まあいいや、行こう。とりあえず。よし。あ、ここ見たい。ここが専門家、白熊ね。だから宝くじ売り場はどこで約10分。10分、行けるやん。え？カレー？いや、ご飯も食べれる。かき氷のカレーちゃうやろ。あ、そういうことね。金管。